富山栄一郎は、日本の実業家。玩具メーカー宝富井の前身企業である富井の創業者。埼玉県吉川市平沼出身。1924年2月2日、東京府北豊島郡西菅母町で、富山玩具製作所を創業する。1927年5月に、東京市向島区へ移転した際に、合資会社として法人化し、社名を、 富山工場に変更する。九百四十五年八月、現在の宝富本社所在地である、葛飾区立石へ本社移転。九百五十三年、富山工場を株式会社へ改装し、山陽工業へ社名変更。九百五十九年に営業部門の子会社、富山商事を設立。欧米への玩具輸出で業績を伸ばし、日本国内よりも海外において、 富山のブランドで知名度が向上する。1960年、東京オリンピックを4年後に控えた後継期に伴う、東京の地下高等や、工場統制権法の規制により、玩具工場が設備の拡大に苦慮する中で、東京玩具組合長として郊外に工場を集団移転して、工業団地を形成する計画を進める。その結果、 栃木県下津賀郡美部長が一点先に選ばれ、1965年におもちゃの町として11社が創業を開始し、現在に至っている。1963年には山陽工業の社名を、海外で知名度が高い富山のブランド名を縮めて富井工業へ変更。1973年4月、春の叙勲で勲4等旭実賞受賞を受賞する。 1974年、トミー工業の創業50周年を機に、社長職を息子のトミー工業専務、富山城治に譲り、会長に就任。1978年9月1日死去。去年75歳。1980年9月、トミー工業より表伝、おもちゃ1台、富山栄一郎伝が出版された。ABCD 会社案内、10ページ。 書士情報社史、商品誌宝富公式サイト、ありがとうございます。